七桃子。20代、女。双子座。こう見えて、A 型。無職。ということで、タイトルにもあるように、私この度、仕事を辞めることになりました。結構ね、最近は OL の日常みたいな感じで動画を出すことも多かったので、これは見てくださってる方にきちんと詳しくお話ししたいなと思って動画を回しております。で、今日はね、今洗い物がめちゃめちゃ溜まってるので、この洗い物を片付けながら、まあ、自分の心も整理していけたらなと思います。前にも一回洗い物をしながらすごいつらつらと喋るっていう動画を出したことがあるんですけど、そう、さっきその普通に撮ろうと思っていつもの定位置のところで喋ってたら、全然なんかうまく喋れないし、なんか何回も何回も撮り直してうーんってなってたので、ちょっと一旦もうやめて気分転換して、もうこの洗い物をしながら喋ろうかなと思います。なんかね、前回もそういう風に喋ったら結構思ってることをね喋れたので、まあなんか腹割って喋るときはこれからも洗い物をしていこうと思います。では洗い物をさせていただきます。失礼いたします。めっちゃ溜まっちゃってるんでね。よし、何から喋ろうかな。まあ、まず仕事を辞めた理由を話す前に、前提として私は派遣社員として今まで事務のお仕事をしていました。で、どんな感じの仕事かというと、まあ、とある営業所の唯一の女性事務員みたいな感じで働いてました。なので私以外は全員その男性の正社員の方って感じでした。まあその正社員、したね。じゃあね。で、まあそんな感じで普通に働いていたんですけれども、そのとあるですね、癒し系の男性社員さんがいらっしゃいまして、なんかいつも仕事しながら、やべ間違えちゃったとか言って独り言言ってる人で、これ笑っていいのかなって感じで、私はいつもこう。ってこう笑いをねこらえながら仕事してたんですけど、ある日ですね、その癒し系の男性社員さんが急に移動することになってしまいまして、地方にですね行ってしまったわけですよ。まあでも私は別にそれも、まあ、寂しいなと思ってたぐらいだったんですけど、その後任で来た方が今回私が仕事を辞めるきっかけというか原因になっております。あ、ふいちゃん。その後任の方がですね、まあ割とお若めだったんですけど、結構グイ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 来る強引な人でして、さんご飯行くっしょ、どこがいいみたいな感じで、もう行くことが確定しているような誘い方、もう断る余地を与えてくれないような感じでご飯に誘われたんですよ。まあでも最初はその上司としてこう親睦をね、深めようとしてくれているんだなと、まあ移動してきて、これから一緒に仕事をしていくぞっていう中で、こうね、私と親睦を深めようとしてくれてるんだと思って、最初は本当何とも思わず、まあ、ちょっと苦手なタイプではあるけど、まあ、ありがたいなぐらいに思っていたんですけれども、そんな感じの強引な誘い方がすっごく続いて、でなんかその会話の内容とかもだんだんなんかこうちょっと気持ち悪くないかって思うことが多い、なんかちょっと上司としての接し方としてはちょっと行き過ぎてるんじゃないかなっていうようなことがだんだん増えてきて、ちょっとですねその頃からですね、朝会社に行く前にこう準備してると吐き気がしてくるようになって、歯磨きとかしててもこうおえってなっちゃって、えずいちゃったりとか、まあなんだろうな、仕事に行くのが相当憂鬱になってきてしまって、でちょっとそろそろその身体的にも結構そういう体調不良とかが出てきてたので、さすがにちょっとこのままだと良くないなと思って、職場の実際に一緒に働いてる人じゃなくて派遣会社の担当さんに連絡して、でまあ今ちょっとこういうことがあって悩んでいるんですっていうことをね、入っちゃう、そうお伝えしたんですよ。あ、でもそれは辞めたいとかじゃなくて、今後も働き続ける前提の上で今こういうことがあるので、ちょっと
相談なんですけどっていう感じで連絡をしました。まあ、そしたら派遣会社の方は、まあ、私があなたのことを嫌がっていますよっていうのが分かるような伝え方をしちゃうとちょっとまあ今後働きにくくなるだろうっていうのを考慮してくれて、その会社の全体にこうなんか一斉送信みたいな感じで、まあ、派遣スタッフのとの接し方気をつけましょうねみたいな、そういう注意喚起みたいのを流そうっていうことになったみたいで、私もその時全然今後も働き続けるつもりでいたので、あ、そういう風にしてくださったらありがたいですっていう風に言って、ありがとうございますっていう風に言ったんですけれども、そのメールが流れてどうなったかというとですね、本人はポジティブすぎて自分のことだと全く思ってなくて、その人への効果は全くなかったんですよ。そのメールが流れた後も全然その前だと変わらなくて、でおいって思ってたら、今度ですね、とある地方の営業所にいる結構長く働いていらっしゃる女性事務員さんからですね、急に連絡が来て、どんなことがあったのか詳しく教えてっていう風に言われたんですよ。まあ、その方は私のことを心配して良かれと思って声をかけてくださったんですけど、やっぱりこうなんかちょっと大事になってるし、こう噂が広まってるみたいな感じが私的には結構まあストレスになっていて、でまあ、そんな中でやっぱ本人には全然効果がないので、はぁって感じだったんです。なんでこんな本人には聞かないし、こう周りには広まって最悪の状況になっていきました。なので状況としては全く改善されないどころか、むしろ悪化したみたいな感じで、でやっぱ体調とかもどん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 もっと悪くなっていったし、シンプルに会社に本当に行きたくなさすぎて、もう朝本当に吐き気が止まらなかったり、吐いてしまうこともあったし、本当に結構吐き気に悩んでたので、なんか内視鏡とかの検査も受けたりしたんですよ。受けたんですけど、結局そのまあなんか大その病気とかそういうのではなくて、なんか異常はないので、まあ、結局ストレスとかそういうことなのかなみたいな感じになっている状況でした。まあ、そういうのをですね、派遣会社の方にお話しして相談して、まあ、ちょっと早めに契約終了って形を取りましょうかっていうことになって、そうですねすいませんって辞めることになりました。まあ、なのでちょっとしたなんだろう、セクハラっていうのかな、なんか自分の身にね起こると、なんかセクハラってこれ言っていいのかなみたいな、このぐらいのことは耐えていくのが当たり前なのかなとかいろいろ思うんですけど、まあ結構そのなんだろうな、詳しくまあ実際にその方に言われた言葉とか、その人の言動とかをこう詳しくですね話す人はみんな結構、あ、それ気持ち悪いねっていう風に言ってくれるというか、まあ結構そのいやもうそれはセクハラって言っていいでしょうっていう風にね言われるので、うん、まあそうなのかなとかも思いつつで、じゃあこれからどうするんだっていうことについてなんですけど、私としてもですね、まだ全然仕事を辞めるつもりではもともとなかったので、かなり突然こうね仕事を辞めるっていうことになって、まだですね次どうするかとか次どこで働くかみたいなことは決まってない状態です。まあ、でもいろいろあって疲れたっていうのもあるし、ちょっとね一旦ちょっとゆっくりしようかなっていうふうに今思っております。私はもともとその YouTube に時間を割くために派遣の仕事をしていたっていうこともあったし、本当はこの派遣の仕事がその普通に予定通り契約満了として終わってたら時短だったり、まあ週5じゃなくて少なめで働くみたいな感じにしながら、ちょっとずつね YouTube に割ける時間を多くしていこうかなみたいなことを考えてたわけなんですよ。だから次はもうフルタイムで週5とかじゃなくしようかなとは思ってます。まあパートみたいなことをしながらやっていくっていうのも考えてますし、なんか最近相談をある方にしていたら、その YouTube がやっぱ一番やりたいことなんだったら、その編集とかの仕事とか、その私が編集結構好きなので編集とかの仕事とかっていうのもありじゃないっていう、その YouTube に関連するような仕事をするっていうのもありだよねっていう風に助言していただいて、あ、確かになって思ったので、まあそういう選択肢も含めてちょっと一旦ゆっくり考えようかなと思っています。それでここからが大事なので皆さん聞いてください。私ななももこ3月毎日投稿します。多分ですね、こう言うとですね、多くの視聴者さんが、そんな急に毎日投稿なんて
体壊しちゃうよ、無理しないで、そんな毎日なんて、いやね、いやね、うんうんってこう、優しい方が多いので言ってくれるかもしれないんですけれども、ですね、私が今一番頑張りたいことって YouTube なんですよ。なのでこう YouTube に動画をこうちゃんとコンスタントに上げられているっていうことが私にとって一番の精神安定なんですよ。なかなか撮影を思うようにできなかったり、編集が思うように進まなかったりして動画がなかなか上げられないみたいな日が続くと、本当になんか、はあ、もう何日も動画上げられてないみたいな、ああみたいな、こうねうまく言えないんですけど、とにかく私は動画を上げるっていうことが一番心を落ち着かせる方法というか、まあ不本意っちゃ不本意な形でやめることになってしまったんですけど、まあ、でもこうなった以上今しかできないなと思うので、この1ヶ月は一旦動画に集中してみたいなっていう気持ちが大きくなりまして、3月は一旦 YouTube に向き合ってみようかなと思います。まあ、わざわざですね、皆さんにこう宣言しないで自分の中でこう決めてたくさん投稿頻度上げてやっていくってことも考えたんですけど、やっぱ私本当に自分に甘いダメダメ人間でしてやっぱりこう自分の中だけで決めたことだとだんだん崩れてきちゃうんじゃないかなっていうのがあって、で私本当に何だろうな、視聴者さんにこうこの日にあげますとか言ってた場合は、それで楽しみにしてくれてる人がこんな私のまだまだなチャンネルでもいるって考えると、もうそれだけで絶対に頑張らなきゃって気持ちになれるので、あえてこう自分を奮い立たせる意味も込めて今回宣言してみました。まあ、でもその毎日投稿と言っても生配信とかも含めさせていただければなと思ってるので、ちょっとね、なかなか私の生活の中に動画を作るルーティーンというか、そういうのがまだ馴染んでない状態なので、本当に体調がきつくなっちゃった時とかは、まあ、それはもうちょっと正直に言いますまあそうでない限りちょっと極力頑張ってみようかなと思いますので、皆さん温かく見守っていただけると幸いでございます。はい、というわけで洗い物も片付きました。まあちょっといろいろ今日はですね、皆さんにいろいろ正直にお話しさせていただいたんですけれども、まあやっぱり働き方とか人生の進め方というか、それはやっぱ人それぞれ価値観が違っていると思うので、私の考えになんだそれと思う方もいるかもしれないんですけれども、私はやっぱ一番頑張りたいのが YouTube っていうのはずっと変わらないので、そこはね、皆さんに伝わればいいなと思っております。ここから1ヶ月はちょっと私もかなり不安な気持ちも大きいんですけれども、頑張りたいなと思っているので、よかったら応援してくれると嬉しいです。というわけでバイバーイ。